お前はバット?やっぱり剣だ!探したぜ! バット、なぜここにいる? 剣とサザンクロスの手前で別れてから色々あったんだよ! 車は壊れるし 奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは強王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。強王軍だと。ああ、そうさ。俺も強王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、強王軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。 町の情報を集めてたら、ケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる?そりゃさ、ケンの強さがあればなんかお得なことがありそうだし、 俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで前みたいに頼むよ。ふーん、この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。 やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ?車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか?ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。 俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだな。 そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。ケン、うわっ。
Huh?
形が気に食わん。死にたいやつだ。<笑><笑>
悪くないな。
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。あれ？ん？な。ああ。なんだって？よう。
Ugh!
No.